は一大事、エリジョの覇者が15着、小悪魔の魅力か、はたまたクイーンズリングの吉村調教師です。よろしくお願いいたします。ちょっと15着はショックでしたね。そうですね、もうね、ちょっと馬場的にもむしろ合うんじゃないかと思ってたんで、なおさら、はい。その後特別疲れがあったとかそういうことはなかったんですか？幸い異常もなく、はい、調教も次の週からすぐ再開できましたし、僕はクイーンズリングは今の牝馬ってめちゃくちゃもうボバを蹴散らすような強い馬がいっぱい出てくるじゃないですか、そういう中ではなんとなくちょっとこう昔の牝馬っぽいね、女らしさを感じるんで好きなんですけど、でもどっちかというとずっと見てたら距離は短い方がええんかなと思ったらエリジョ勝ちましたから、ベスト距離っていうのは先生はどのあたり？やっぱり2000、1008、2000とかですね、マイルもね絶対こなすと思いますよ、はいはい、特にやっぱり府中のマイルは良さそうですよね。そうですね、はい、まあでもやっぱりどうしてもやっぱり引っかかる前走の15着という数字なんですが、そのあたりは巻き返しに向けてどう考えられてますか？まあ変わりなくね、まあ、中間も過ごしてるし、前走前も海外遠征で出戦だったんですけど、そういったなんか不安なところも全くなかったので、まあ、そういった影響はないとは思ってますけどね、はい。山口先生、牝馬って難しいんですか？まあ、ジョッキーがやっぱり前走を言うにはやっぱり馬場が一番持ってますし、なことはそうですね、まあ、右前の落鉄もしてましたんで。あ、そうなんですね、まあ、メンバーも、まあ、現在の牝馬としてはなかなかのメンバー競合が揃っているかと思いますけれども、まあ、エリザベス女王杯の覇者ですから、まあ、堂々と、そうですね、まあ、もちろんね、勝ち返したいと思いますしね、まあ、決め手のアドバですし、まあ、上位の力を持っているはずなので、はい、クイーンズリングが勝つにはどういう展開が理想的なんでしょうか？どうでしょうね、まあ、ある程度やっぱり決め手を生かすような、うちの方がやっぱりこの場はね、そういう客室が向いてると思うんで、はい、まあ、前走がちょっと馬も気負いもあったのか、いくらかね、今まであんまりないようなポジションで競馬も知ってましたし、はいはい、ちょっと実況アナウンサーでさえがちょっと驚いた声を上げてましたもんね、はい、まあ、今回はまあ自分の競馬に徹してると、はい、まあ、本当にエリザベス女王杯の覇者なんで、このまま終わるわけにはいかないと思いますが、いいレースを期待しております。はい、頑張ります。ありがとうございました。吉村調教師でした。